うちの祖母の話なんだけど、駆け落ちして一緒になった祖父とは本当に仲が良くてチャーミーグリーンの昔の CM みたいで可愛らしかった。祖父は最後にボケて、スイッチが入ると祖母に浮気してるだろう見たぞとか、夜中に起きて祖母を責める&タクシーを拾う高度な徘徊で温泉病院に入ることになって、亡くなった。最後は毎日塗り絵を、仕事、として一生懸命に塗っては、頑張って稼がないと、ばあちゃんに苦労させたくないからなと。そんな祖父が亡くなった直後、祖母の夢だか枕元に立ったのか、祖父が現れて塗り絵が入ってた箱をしきりに指さして何かを言っていたと。目が覚めて箱を開けると、塗り絵の他にスケッチブックが入ってて、そこの1ページに祖母宛に手紙が書かれていたそうだ。内容はもうラブレターに近いもんで、祖母は誰にも見せずに泣きながら読んで、いつも首から下げてるお守りの袋に畳んでしまい、これは私の宝物、私が亡くなったら一緒にお棺に入れてねと笑顔で言った。だから約束を守って誰も読まずに、一緒に入れてあげた。いい話ね。なんだか泣けた。私も夫と、これからはいい二人でいたい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。